あやめは、あやめかあやめ族の多年草である。病気を治す薬としても使われる。あやめの多くが、山野の草地に自生しており、他のあやめ族の種であるの花勝負や柿綱のように、湿地に生えることは、稀である。葉は直立し、高さ40から60センチメートル程度。5月頃に、計8センチメートルほどの紺色の花を1から3個つける。外か皮片には、 網目模様があるのが特徴で、本種の和名のもとになる。家系は分岐しない。北海道から九州まで分布する。あや類の総称として、厳密なあや以外の種別にあたる、花勝部や柿椿を含めて、あやと呼称する習慣が一般的に広まっている。特に花勝部の別名は、花あやと呼ばれているため、あやと呼んでも間違いには当たらない。古くは、 勝負家の勝負を、あやめぐさと指した時代もあった。花札では5月の絵柄として、勝負に、八橋、勝負に短冊、かす2枚が描かれる。堀切勝負園には、あやめかきつばた花勝負の見分け方として、次の記述の掲示がある。外下避編の模様での見分け方なお、いずれあやめか、かきつばたという慣用句がある。どれも素晴らしく優劣はつけがたいという意味であるが、 見分けがつきがたいという意味にも用いられる。水橋サ佐原あやめパーク以下のあやめ園に植えられているのは花勝負です。勝負門は日本では、家門や社寺の門にも使用されている。上流区下の加山の院家の家門や三方神社神門、浄土神衆神衆出雲寺派本山の豪雪寺の寺門の勝負美し南馬神社神門の抱き勝負が代表格である。 戸ばたあやめ情報北九州市 AB5 祭人、由緒三宝神社合雪寺と、勝負合雪寺。ありがとうございます。